四軸で心です。ここは広島市安佐南区長塚、対岸は広島市東区牛田新町、そして大芝水門魚逆光だ、大芝水門があって、こっち側は広島市西区大芝と、はるか向こうには、祇園水門、そして祇園大橋ですね。暦の上では完全に秋なのですが、暑いですね今日も。熱中症アラートがね、朝発令をねされてましたね。朝出かけにですね、まあ朝じゃなくてもいいんですけど、ゆうべとかもそうなんですけど、最近OAB のですね、別府タワーのカメラを結構見てるんですね。画面の奥の方はね、一番奥の方は、まあ、もちろん国東半島、映ってるんですけど、まあ、画面の中ほどぐらいですかね、に観光港がね、映ってて、で、例の、二階堂の看板のでっかいね、別府交通センターが、あれは別府交通センターだなとか思いながら、うん、昔あそこでね、タコカレーを食べたのを思い出したりとか。でね、広島に帰るときにはね、あそこでね、よく買い物してたんですね。というのも、今、宇和島運輸のターミナルになってるところですね、あそこ、広別汽船のターミナルにもなってたんで、ですぐ目の前なんでね、あそこで買い物をしてました。しまいにはもう、船乗らずに車で行ってるときもあそこへ寄って買うっていうですね。ただまあその OAB の画像を見たからそんなのもね思い出したんかなと思ってですね。でまあちょっとあれなんですけど、そのことを喋ってるんですけど、多分この今私が撮ってるこの動画もね、まさにこの辺で生まれ育った方にとっては、もしかしたらね、定点カメラみたいなのがあったらずっと見て、私と同じようなね、思うかもしれない。例えばアストロムラインがない頃住んでいたとか、そうしますと前方の祇園新橋もないわけですから、その思い出っていうか記憶とですね、今のこの絵を見ながらね、ああだったこうだったって思い出したりとかあるかもしれませんね。もしかしたら私が大西駅でずっと動画撮ってますけど、あの時に思うようなことと同じことを思うかもしれませんね。あの頃はこういう効果でアストロムラインなんか走ってなくて、そういう計画を聞いたときにそんなアホなって思ったんですけどとかって、うん、かもしれない。で、アストロムラインで言えば最近乗るとね、ほとんど新型車両に置き換わってますね。たまにね、古い分も来るんですけど、もう残ってないのかな、全部引退したんですかね。
これなんか1ヶ月だか2ヶ月ぐらい前に古い分に乗って、おお、まだ走ってんのかなんてね。こうしてみるとね、国道54号線も交通量が多いですね。いや、まあ多いからこういう新しいバイパスを作ったんですけど。で、ふと山の方を見るとね、あの西日本豪雨の爪痕もね、まだ残ってたりとか。さあ、少しまた町の方にこう向かって見てみますと、あれ八丁堀の高いビルですね。リーガロイヤルじゃないわ。ちょっとどれがどれか分かりませんね。多分真ん中辺のがリーガロイヤルだと思うんですけどね。で、その奥は何なのかちょっと分かんないです。右奥はね、なんか農協かなんかが入ってるビルだったと思うんですけど、間違っておったらどうもすいません。で、エディオンピースウィング広島はここからは見えませんが、おそらくゲームがあるとね、明るいのかもしれませんね、空がね。というのも、クレですね、クレに通っていたときに、こうマツダスタジアムで試合がありますと、あの昭和別れのとこからあの矢野とかね、あそこを通ってると、あ、今日はマツダスタジアムで試合をやってるなっていうのがね、もろに分かるっていう。それと似たような、まあ、高さがね違いますけどね、似たような感じかもしれません。で、太田川も、上流は多分何も放流はしてないんでしょうね。そう、川もね、こう、河口に向かってここでね、右カーブをするんでね、左岸はね、ちょっとね、流れがね、速い感じになりますね。おっと、ストロームラインが。はいはい。そうですね、桜の時期になるとここからそういえばよく撮ってたと思うんであれですけど、今やどれが桜か、まあ見たことあるから知ってるけど、知らなかったらわからないという、まあそういうあれですね。はい、ということですね、何もない、ただ単に昼間の長塚一人ごとみたいなことで、お送りしました。はい、ご視聴ありがとうございました。